シャワーシフォのキラキラクッキング、いつもの料理に刺激をプラス、沢井志保のキラキラクッキングチャンネルです。今回は特別編、メインは永見香織アナウンサーでございます。今回の動画、永見さんファンのために作っていただいた動画。いや、それはいないから本当にやめた方がいいと思う。どういうこと？いないわけないじゃないですか。私料理作ってないんですけど。違うんですよ、これまで数本動画上がってますけれども、そのコメント欄に、永見さんのイライラ顔をメインにした動画を作ってください、もっと永見さんのお顔が見たいですというような声をたくさん、ね、いただいているんです。はい、なんとしてでも私はそれに答えたいと思いましたし、スタッフの皆さんもそういうふうに思ってらっしゃるみたいで、今回は永見さんのイライラ顔メインの動画を作りました。それはね、本当にね、チャレンジャーだと思うよ。登録者数が1000人ぐらい減っても仕方がないと思いなさいよ。ちょっと体を張って、これ言ったら失礼ですよね、ごめんなさいちょっと、いやいやいや、これでチャンネル登録者数がバーンって増えたらもう大儲けですよ。大儲け、じゃあ大儲け、私にとっては大儲け。あのね、本当に皆さんね、そうやって言っていただけることは本当にありがたいですし、本当に嬉しいです、はい、ただやっぱりあのサイズがいいっていうのは禁止ねもうコメント欄にやっぱり元のサイズに戻してくださいとか、そういうコメントなしでお願いしますね。お願いします、まあ、そんなコメント来ないでしょう。本当に、あと沢井さんのファンの皆さん一回だけいいです、もう見なくて見てください見てください、うんってなっちゃうだろうから、沢井ファンからしてみたらイライラしちゃうだろうから、はい、もうそれはちょっともうね、いや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 、でも私のことをこういう風に応援してくださる方は永見さんのそういったリアクションありきで応援してくださってますから。そう、そういうことですよ。本当にお優しい、ありがとうございます。私自身も永見さんがいらっしゃらないとこんなに振り切れないのでそう、皆さんそうなんですよ、私がこうやって頑張らせていただけるのは永見さんの反応が本当にあるから、それを分かっていただきたいです。すっごくいいこと言ってもらってる、すっごくいいこと言ってもらってるけれども、よくよく考えてみてください、みんな踏み台にされてます。違いますよ、違う違う違います。ということで、私なんか踏み台昇降運動の台みたいな感じに見えるけど大丈夫？踏んでないですよ。踏んでない、もう踏んでください。いい結構13センチのヒール履いてますけど本当に踏まれそうで怖いんですけど本当に申し訳ないですね。そうしましたらとんでもない YouTube 特別編ということで、ね、いつもよりもちょっとサイズを大きめにしていただきまして、全画面で永見さんのイライラ顔を楽しんでいただきましょう夜暗くしてご覧ください。ちょっと怪しい雰囲気ですねもうね、はい、ちょっとしたホラーだと思いますんでね、いい雰囲気でご覧になっていただければと思います。永見さんに今回じゃあVフリをお願いしてもよろしいですか？わかりました、わかりました。じゃあいきますよ、楽しんでいただけたらと思います。 VTR スタート。怖いです。シャワーシフォのキラキラクッキング、ファイト、頑張れ頑張れ、何なの？頑張れファイト。これは何？なんだこれ、何これ、これだから彼女だよ。だからそういう、あんまり無理しすぎないでね。ダイエットしてる人目線ね。私は食でサポートしてあげる。なんだこれ。さあ今回のキラキラクッキングは日テレ系カラダウィークとのコラボ企画。テーマは負けない体育てよう。自分の体をアップデートするための1週間となるよう、今こそちゃんと向き合ってみましょう、はい、そこでキラキラクッキングでは食べて痩せる究極の糖質オフレシピをご紹介します。まず一品目は丸々1本長ネギの肉巻きを作ります。丸1本、味付けは塩コショウだけでシンプルに。ネギがとろっと甘く肉の旨味が広がる体に嬉しいメニューです。お肉を食べても大丈夫、一緒に理想の体を目指そうね材料もシンプルに、豚肩ロース肉と長ネギの相性は抜群、塩コショウの加減でお好きな味にしてみてください。あ
ず使うのは長ネギの白い部分、こちらを4等分にしていきます。太いな。なんと切る工程はこれで終わりです。早い、簡単。下味をつけるために豚肉に塩コショウを強めに振りかけます。そして豚肉を1枚ずつ並べ、白ネギを端からきつく巻いていきます。ネギ。それでは豚肉を焼いていくんですが、この時巻き終わりが下になるように並べていきます。剥がれにくくするためですね。キラキラエクササイズ第1、せーの、足を肩幅に開きます。そして上半身を片側にぐーっとぐーっと倒してキープ。その間もお肉をコロコロするのを忘れないようにしましょう。それでは反対側に行きますよ。ぐーっとぐーっと倒してキープ。お肉もコロコロ。全然やってる感がないですけど、これ内ももに効く。いや、効いてないでしょ。効いてます。焼き色がついたら弱火にして蓋をし、5分ほど蒸し焼きにしていきます、うん、豚肉にもネギにもしっかり火が通れば、丸々1本長ネギの肉巻きの完成。秋元さん、長根さん、糖質オフなお肉料理です。すごくネギの香りがする。巻いてるだけですもんね。そうです、簡単。わ、豚肉とネギの味ですもんね。でもシンプルです、シンプル、ね、シンプルです。やっぱり相性いいですもんね、あとやっぱりあのネギってさ、免疫力高めるって言うじゃないですか、風邪ひかないってね、健康にもいいんです。あの味の加減は塩コショウの量で調整してくださいね。塩加減もね、はい、なるほどね。キラキラ。続いてはサバと豆腐のみぞれあえを作ります。レンジで1分加熱するだけでできちゃう超お手軽レシピ。さっぱり素材の組み合わせが疲れた体にも優しいお味です。1、2、1、私も一緒に頑張るからね。材料はサバの水煮缶を使います。缶詰はお手軽なので重宝しますよね。豆腐は絹ごしをご用意ください。耐熱ボウルの中にサバ缶をほぐしながら加えます。豆腐も一口サイズに切って加えていきます。こちらにふんわりとラップをかけて、電子レンジ600ワットで1分加熱します。続いてはキラキラエクササイズ第2、いきます。大根をすりおろしましょう。せーの、1、2、1、2、1、2、ふう、腕に効きますね。スリ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 。本当に釣っちゃった。あー、もうこれはね、やりに行ってますよ。これは釣りに行ってる。釣りに行ってる。日頃の運動不足がバレますね。あー、体ビーク。なんでこれ、これ、ここ見せるみたいな、なんかこれ。ちょっとやってくださいよ。釣り方うまいっすね。本当に。頑張ってすりおろした大根おろしに醤油を加え、軽く混ぜ合わせます。器にサバと豆腐を盛り付け、さらに醤油と混ぜ合わせた大根おろしを乗せ、最後に青じそを散らせば、サバと豆腐のみぞれあえの完成。早川さん、秋元さん、お味はいかがでしょうか。工程がすごいシンプルでしたね。でも ね、この時点でサバの匂いがすごい、そうですね、高タンパクですよ、低カロリーで、まあ、大根おろしでやっぱりさっぱりになりますしね、普通にシンプルで美味しいですね。お、ありがとうございます。早川さんの美味しいいただきました。もうさっぱりですね、やっぱり ね、サバの臭みが気になるって方は、あの青じそ増やしたらいいんですもんね。でも醤油効いてるから大丈夫そうです。本当ですか。あの調理工程も電子レンジで1分だけという時短レシピです。高タンパク、ね、続いては丸ごと玉ねぎスープを作ります。糖質オフの燃焼系スープ。玉ねぎを丸ごとドドンと使うことでインパクト大、でもヘルシー。ダイエット中にちょっとした贅沢気分を味わえるかも。ね、想像してみて。トロトロになった玉ねぎのスープ、
あ、よだれ出てるよ。材料は一人分で玉ねぎを丸々一つ使います。なんだ、コンソメスープの素とチーズがマッチするんです。ちょっとね、そうそうそう、耐熱ボウルの中に水、顆粒コンソメ、これらを加えたら一度混ぜます。この中になんと玉ねぎをこのまま丸々1個ドンと乗せちゃいます。ここにふんわりとラップをかけて電子レンジ600ワットで13分から16分ほど加熱していきます。では電子レンジ温めスタート。キラキラエクササイズ第3、せーの、電子レンジを覗き込むと見せかけてスクワットです。膝はつま先より先に出ないようにしましょう、うん、いやー、内ももにじわじわ効いておりますさあテレビの前の皆さんもご一緒に、ちょっと上から撮ってるのよね、ちょっと上から、ありがとうございます。さあ加熱した玉ねぎに最後の仕上げを、これはチーズを乗せてもう1分だけ電子レンジへ。そうするとトロットロの丸ごと玉ねぎスープが完成します。早川さん、永見さん、いかがでしょうか。これはすごいな。いただきます。大胆ですね、使い方が。簡単です。玉ねぎお願いしますって感じですね。本当ね、玉ねぎでしょう、でしょう、うん、うん、玉ねぎ想像のままです。本当にコンソメと玉ねぎ相性抜群ですし、まあ、ね、はい、あの食べるスープとしていかがですか。あのダイエット中の方とか。あ、まあそうですね、あと玉ねぎから甘み出てますから、そんな感じですよね。これあの最後にチーズも乗っけてますので、うん、まあ、一味違ったあの工夫がなされてますよね。ちょっと黒胡椒かけてもいいかな。いいかもしれない、うん、ちょっと、ね、インパクトが明らかに物足りない感じですよね。なんかね、もう全然ふわんってした感じ。なるほどなるほど、まあ、さあ今回の YouTube だけの特別動画、少しでも面白いなと感じていただけた方は高評価とチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。